皆様、本日はご対応の中ご来場くださいまして誠にありがとうございます。足掛け3年にわたり市民生活に影響を与えたコロナ感染症は先月インフルエンザと同じレベルになりましたが、まだ完全に安心できる状況ではないと医療の専門家は警告しております。それで今年の大会も昨年同様規模を縮小した形で行うことにしました。本部松島会長先生には東区大阪よりお越しいただきありがとうございます。さてちょうど一月前の5月11日のことです。皆様もご覧になられたかと思いますが、皇居で催されました春の園遊会で皇后様をはじめ女性皇族のすべての方がお着物姿で臨まれていました。優雅で格調高く、まさに日本の着物文化の象徴を拝見した思いに心打たれました。同じく園遊会で話題になったのがオリンピックのスピードスケート金メダリスト高木美帆選手の着物姿です。普段のスケートの競技会ではウレタンの生地で作られた体にぴったりとフィットしたウェアを着て時速60キロのスピードで走る高木選手はこの日は別人のようでした。白地に総絞りで描かれた華やかな大輪の菊の振袖姿で大勢の招待客の中でひときわ鮮やかでした。美しかったですよね。またこの着物を着ることで身も心もおのずと引き締まり自然と立ち居振る舞いにも現れてくるのではないかなと思った次第でございます。今年も菊池女子高校の家庭科3年生の皆さんが参加いたします。3年生の課題研究の一環としてわずか10回の授業時間でございましたが熱心に練習をしてまいりました。また着付けの技術だけでなく礼儀や所作も少しはきれいになったかなと思っております。会場の皆様、高校生の皆さんへの応援をよろしくお願いいたします。ところで私が大会を毎回開催するにあたりまして思うのは発表をする場と目標を持つことで練習にも励みと意欲が出てそれは必ず形に現れるということです。大勢の皆さんの前でしかも限られた時間の中での着付けはとても難しいものですがこれまで培った技術を集中力を持ってこの場でしっかり発揮してください。では会場の皆様出場者の発表に温かい拍手をお願いいたします。どうぞ最後までごゆっくりご観覧くださいませ。